暇なんですけど。ダメだ、暇すぎて倒れそう。留守番って本当に退屈だなぁ。ちょっと買い物に行くから留守番よろしくね。って言われて引き受けたけどさ。何しよう。どうしたわ、キキキさん。驚かし妖怪の小バサ、誰も驚いてくれず途方に暮れる。広告、お金が欲しい？誰か私に恵みを。バイ、白霊神社。へへ。何度同じ雑誌と記事を見たことか。くっ、何なんだこのおもちゃは。どうやって記録していくんだ。ダルマ落として6段、高さ2センチ直径5センチで1段目のパーツにかかる重力負荷を X とすると秒速10メートルで引かなければならない。今だ。はあ。さあ、それではハイライトシーンをご覧ください。ひぐ。うぐ。うぐ、というかさ、なぜに帰ってこないんですかね、姫。いつまで留守番すればよいんですかね。もう4日間も経過しているんですけど。へ、どうせ誘拐とか脅迫とかされてるんだろうな。もう知るか。もうむしゃくしゃしたからテレビ見るわ。おはようございます。はい、今日も朝の9時から分丸をよろしくお願いします。では、例の事件の続報です。4日前から続いているスーパーマーケットでの立てこもり事件ですが、未だ犯人の動きはありません。人質は合計7人で、犯人の要求は現在何も発表されていない状況です。あ、今犬走り記者が現場にいるようです。現場に交代します。犬走りさん。はい、現場の犬走りもみじです。4日前の昼から犯人はここコンビニ鈴間24で立てこもっています。犯人は現在人質を連れて2階で立てこもっているとみられます。人質に関してはドアをかぶった子供が見えたと目撃情報が入っています。なお1時間後には人質の安全を優先して警察による突撃が始まるそうです。以上です。大石さん、ありがとうございました。現場からは以上です。姫が人質、しかも2日間監禁状態。こんな不合理な状況の中、助けに行くに決まってんだろ。ふん、はあ。く、よいつものあの無弱道具がないとこんなダメ装備になるとは。よし、行くか。よっと。どこかで不満をぶつけたい。ありったけの不満を当てつけたい。あ、もういいや、叫んでやる。待ってろよ、絶対許さないからな。4日間は私を幸福にさせたことを後悔させてやる。
聞こえてる金魚の声に、あんたが見てるよ。初夏の出来事。それは異変の塵にも満たない事件。少女は一人、その先に走っていった。